川王朝がそれまでとどのように違うのかということが、そのお祭りの道具から推測することができます。この図にあります、左側の玉の道具は新石器時代からあるものであります。これらは、身分のある人が体の前でこもって捧げるものであり、現在では錫杖として使われているものに相当するものであります。ただし、そういうものよりも、この漢王朝の時代になってくると、武器の形をした玉器ですね、宗教の世界で武力というものが強調されるようになってます。右の方にこの玉で作った斧とか、それから鳶口のような武器がありますが、これらは皆実用の武器があって、それをこう玉でシンボリックに作ったものという。だから宗教の世界でも武力というものが大変ウエイトが高まってきているという、それが王朝国家の時代の最大の特色ではないかと考えられます。